はい、こんにちは、ザゲームチャンネル899です。今回ですね、ボードゲームニュース2022年12月25日版をお届けしたいというふうに思います。まずは国内ニュースの方からです。一つ目こちらですね、ホビージャパンさんですね、まあね、出るとは思っておりましたけどね、アグリコラ15周年記念ボックスですね、2023年の新作の方でもご紹介しております通り、この中身がですね、リバイスエディションと AB、 あれ CD はって例のやつですね、細かい方でですね、 LX レジェンデリーフォレストのデッキが入ってますよと、こうなってますね。泥沼も入ってないということなんですね。なんでこの辺がですね、どうなるか非常に難しいところですよね。私もですね、この LX レジェンダリーとかで元は持ってるんですよね。でリバイスとは持ってないと、いやーどうしようかなーっていう感じのですね、なかなか悩ましいですね、今回のボックスになってるという形でございました。でこれですね、収録してる時点ですね、もうすでにあちこちのサイトの方で予約を受付中というふうになっていましたので、どうするかというのはですね、年内ぐらいに決断をした方がよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。2つ目こちらですね、同じホビージャパンさんですね、ミクロマクドクライムシティのですね、第3弾です、オールインですね、こちらの方がですね、発表されましたということになってましたね。まあ当分ですね、毎年出るんじゃないかなというふうに思いますけども、新しいマップで新しい次元が起きますよということですね。で今回は第2弾同様ですね、まあやっぱ殺人事件だったりね、猟奇的なものっていうのがやっぱあるということになってるので、シナリオごとにこういう年齢の方にはちょっとということはですね、アイコンがついてるというふうになってましたので、まあもともと12歳以上とね、やや高めの設定ではありますけども、ご家族と一緒にプレイするときですね、このシナリオがいいのかどうかっていうのをね、分かるようになってるということでございました。まあこれまあ外れないですからね、こちらの方ですね、お好きな方はですね、またね試してみるのがよろしいんじゃないかなというふうに思います。そしてこちらですね、ケミリさんですね、スレイザースパイアザボードゲームですね、日本語版の、ね、発表の方を先日されておりましたけども、こちらの方ですね、クラウドファンディングが1月10日の16時から開始しますということがアナウンスされておりました。でこれがですね、詳細の方がですね、ケミリさんのホームページの方に書かれておりまして、特に我々17のですね、1月10日の16時から30日の22時までですよというふうになってました。1月いっぱいという感じですかね。なのでこの間にですね、どうするか決めてくださいということですね。英語版をですね、買ったよりはですね、送料が安くなるということになってたので、前よりはちょっといいかなという値段ね、なるようですが、最終的な値段等はですね、こちらですね、きびだんごさんの方ですね、今回ですね、キックスターターじゃないんですね、きびだんごさんの方で募集されるということになってましたので、こちらの最終発表待ちということではないでしょうかね。気になる方はですね、こちらの方ね、フォローとしていただいてですね、1月10日のですね、ファンディングスタートをね、待つのがよろしいんじゃないかなというふうに思います。さあ次こちらですね、サニーバードさんですね、サニーバードさんの製品のですね、トリックマイスターとですね、ラインダイズ、それぞれ日本語版の方ですね、こちらの方のですね、サポートページが追加されましたということですね。どっちもですね、まあ、得点等を記録していくというゲームなので、まあ、追加印刷用の、ね、スコアシートを公開していますということになっていました。まあ、特にラインダイズとかね、ワンゲーム早いですからね、パッパパッパプレイしますからね、こちらのですね、スコアシートがこちらの、ね、リンク先の方から落とせるというふうになってましたので、ね、年末たっぷりね、プレイしてみようなんていう方はですね、あらかじめダウンロードしておくのがよろしいんじゃないでしょうか。そしてこちらですね、ちょっと残念なニュースですね。ザ・ウィッチャーですね、イニシエの世界ですね、オールドワールドだったと思いますけども、こちらがですね、発売中止になりましたというアナウンスがですね、先日12月の20日の方にアナウンスされておりました。ちょっと前ですね、このちょっと前ぐらいにですね、国内向けのね、日本語版のですね、予約やなんか受け付けますよというふうになっておったんですけども、一旦ですね、まあ、協議しましてですね、まあ、返金するということになって、まあ、中止するということになっておりました。まあ、この後ですね、まあ、どうなるかってね、まあ、続報がありましたらまた発表しますというふうになっておりましたので、そちらの方を待ちたいと思いますが、こちらですね、ザ・ウィッチャー、オールドワールドですね、こちらの方のですね、日本語版のですね、現在の予約とはですね、一回全部中止になって、まあ、返金になるということになっておりました。もうすでにですね、こちらの方ね、予約等ね、された方はですね、必ずですね、サイトの方とかね、チェックされてみて、返金されるかとかね、確認された方がよろしいんじゃないかなというふうに思います。さあ、あとはですね、国外情報です。さすがにですね、もう年末なんで、ちょっとね、あんまりなかったのでですね、私がね、ご紹介したいゲームをね、いくつかピックアップして今回ご紹介しようというふうに思います。一つはこちら、ヒートですね。いや、なんだかわからないですけど、海外のホットリストね、これ、伊沢さんちょっと出てますけど、まあ、最近ずっと貼り付いてるんですね、一番ね。ホットのトップに貼り付いていて、そろそろ海外の方では流通が始まってるようですが、まあ、ご覧いただいた通りで 8.1 ですよ。レースゲームでこれって最近なかなか見ないなというぐらいですね、大人気になってますね。まあ、レースゲームとしてはね、この後ね、例の自転車レースとか作った方なんでね、もういつも硬いんだろうなというふうに思っておりますけども、今回のところはシフトチェンジやなんかがね、設定できますよというね、このデッキをうまく作りましょうというところと、まあ、コースがたくさん入っているということで、まあ、手堅く作ってあるとは思いますけども、その、
ホットのトップに張り付くもんかねというのはちょっとわからないなということなので、まあ、実際プレイした感じは相当いいんじゃないかなというふうにあちこちからですね聞いたりはしていますね。まあデイズオブワンダーさんなんでね、まあ、国内の日本語版出ると思いますけども、こちらの方は現在海外の方で非常に人気になっているということでですね、まあ、要チェックでもいいんじゃないかなというふうに思いますね。私もねこれね、まあ、もちろん来たらですねやってみたいなというふうに思ってますんでチェックしておりましたけども、いや想像より相当いいぞというのがですねボツボツ聞こえてきているということでございますね。でお次こちらですね、リフトフォースビヨンドですね。これリフトフォースの方はですね、すでにね国内の日本語版の方が出ておりますけども、これ拡張セットの方ですね。でもともとリフトフォースね2人対戦用のゲームだということなんですけども、4種族使うんですね。でお互い4種族使って毎回8種族使うんですけどもですね、残念ながら10個しか入ってないんですね。だから10分の8は毎回使うのでちょいと足らんなというふうに思っておったんですけども、今回のこれを入れると確かですね8種族増えたと思うんですよね。でプラスの中2種族ほどあるんですけども、確か8増えたと思いますんで、まあ、およそ倍ぐらいになりますよということになってるんですね。じゃあまあそうなると相当バリエーションが増えていいんじゃないかなというふうに思うのと、これソロモードとチーム対戦モードも入るんですね。なんでもともと2人対戦用で非常に面白いゲームでしたけども、4人プレイできるチーム対戦モードですね、ソロモードが入れてね、これでリフトフォースビヨンドですね、これかなりいいんじゃないかなというふうに思いますね。これ私ねもう注文してますんでね、年明け早々来る予定なので、それが来たらですねオリジナルのねリフトフォースとまとめてご紹介したいというふうに思っていますね。で、もう一つこちらですね、マーベルリメックスですね。いやこれもですねかなり流通の方ですね広まってきてますね。夏頃ね一旦出ていてすごい在庫がなくてですねなかなか買いにくかったんですけども、こちらですねこのファンタジーリレームね、これのですねバージョン違いということですね。スタートレックとかも出てるんですけどもね、これがねマーベル版ですよということになってますね。まあ自分のねもともとね手札の方で配られてるですねカードの方を交換していって、それぞれのですね最高得点になるようにコンボをいかに組むかと、そういうゲームでしたね、もともとねファンタジーリレームの方はね。でこれもそのままほぼ同じなんですね。同じなんだけども、このマーベルらしいですね特徴が入っていて、自分のところのヒーローとこのヴィランですね、まあ、敵がいるわけですよね。だってここのところですね少し特徴がついてるっていう形になっていましたね。まあそれなりに、ね、評価がねかかっているということと、まあ、アートワーク最高なんでね、こちらも非常によろしいんじゃないかなというふうに思いますね。これもね近日ねご紹介したいと思っておりますし、なかなか周りの評判も高い作品ですね。で最後こちらですね、テラノバですね。いわゆるですねテラミスティカね、いわゆるそれとですねガイアプロジェクトね、あのシリーズあったと思いますけども、あれのですねこれ簡易版という仕掛けになってるんですね。でこちらの方もですね、そろそろ流通が始まっていますということになっていて、まあ、あちこちの方で評価が始まっていますね。まあ、やっぱり非常にですねテラミスティカとね似たような構造にはまあなっておるゲームではもちろんあるんですよ。入門用ですからね、マニュアルの中身でですね、まあ、気になったらテラミスティカやってみるといいよって書いてるぐらいなんですけども、まあ、どのぐらい変わったかというと、まあ、地形がね5種類になりましたと。だから2個減ったんですね。だから種族も減って10種族になりました。5種類の裏表ってことですね。でラウンドも減って5ラウンドになりましたと、こうなってるんですね。まあ、かなりあちこち減ったということと、これ見ていただいたら分かるんですけども、例の4本あったトラックありましたよね。4つあったトラックのところ上げていって順位で点数が入りましたけども、あれもなくなったんですね。ガバーっとなくなりましたっていうことと、リソースでお金だけになっちゃったんですよ。このマジックパワーとお金しかないと、こうなったんで、もう非常にこのですねリソースも簡単だった。だから何でもかんでもお金なんですよね。もう全部金でなんとかせいやと、こういう風になったんですね。しかもねこのパワートークンね、これ8個固定なんですよ。もうご存知の方ね、これ2番目のところにあるねパワートークンどけたら3に持っていけるとかあったと思いますけど、そんなことはできないんですよ。もう必ずこの8個のトークンで何とかしてくれと、こういう風になりました。ここのね中央の配置ルールなんかもほぼほぼまんまその通りなので、ここは非常にそのままなんですけども、地形が減った、ラウンドは5ラウンドになった、リソースはですね5つ固定になった、あそしてですねスコップありましたよね、地形変える、あれのコストを軽減することはどうもできないようです。必ず固定のお金を払えというようになってますね。なので非常にシンプル化したというテラノバなんですけども、まあ、海外の方を含めてそろそろ出回ってきてて、まあ、入門にはそれなりによろしいんじゃないかななんていう評価に今のところなっておりますね。これもね近日ご紹介できればなと思いますね。なんで今回ご紹介しました海外のねこのヒート、リフトボスビヨンド、マーベルリミックス、テラノバ、これいずれもですねこの収録している時点でですね Amazon.com あたりで普通に買えますので、まあ、海外からね買ってもいいなという方はですねこうしたものに手を出してみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思います。だいぶですね価格も落ち着いてきましたので、ね、まあ、2週間ぐらいやったら届くので先に試してみたいなという方はこのあたりのどれもね人気のゲームなのでお試しになるのもよろしいんじゃないかななんていうふうに思います。
はい、というわけでですね、ボードゲームニュース2022年12月25日版をお届けいたしました。まあさすがにもうクリスマスなのでね、ほぼほぼ新作情報はなかったわけでございますけども、今年1年振り返ってみると、まあ大きいビッグゲームからね、小型のゲームまでたくさん出たなという1年でございましたね。来年もいろんなゲームが出てくるね、気配も感じますので、そちらの方もね、また順次お届けできればなというふうに思っています。で、次回はですね、元旦になりましたので、そこはお休みさせていただいてですね、1月の中旬からですね、こちらのニュースは再開させていただこうというふうに思います。というわけで、ボードゲームニュース2022年12月25日版でございました。ザゲムチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。